9月21日、松山東雲短期大学で、キッチンカー企画プレゼン大会、準グランプリの表彰式が行われました。この大会は、松山市近郊の大学生グループを対象に、松山青年会議所が企画・実施したものです。愛媛産食材を使用した食品をキッチンカーにて販売する企画立案をテーマに、8月に行われたオンラインでのプレゼン大会には7チームが参加。松山東雲短期大学食物栄養学科の2年生で構成されるもぐもぐサークル食べとうみの食環境を整えるもちもち麦ごはんバーガーが見事準グランプリを受賞しました。今回は松山チャレンジユニバーシティ2021としてキッチンカーをテーマに事業を構築しました。で、こちらの方がですね、学生さんの社会人基礎力向上をテーマにして、学生さんに実際に事業に携わる大変さとかを体験していただきたいなと思って実施させていただいております。で、こちらの事業に関しては有識者の方たちにもをお招きして審査等を行うことで、まさに民間一体となってですね、地域を良くするっていう側面も持ち合わせていると考えております。これからもいろんなことをテーマにですね、続けていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回私たちはキッチンカーのプレゼン企画でもちもち麦ごはんバーガーを考えました。こちらはもち麦を使ったライスバーガーで、食物繊維をたっぷり含み、腸内環境を整え、体の中から健康的になれる免疫力アップを見込んだメニューとなってます。忙しい仕事や子育てと日々追われている女性の方をターゲットにしております。栄養士になるために学んだ知識を生かして栄養メインの商品開発をいたしましたので、本当に経営者様の観点から準グランプリという賞に選んでいただけて本当に嬉しかったです。普段は栄養のことをメインに学んでいるんですが、今回のキッチンカーの企画では、経営のことやお金のことなど、学校では学べないこともたくさん勉強することができ、とてもいい経験になったと思います。今回キッチンカー企画プレゼン大会ということで、すべてオンラインで試作をし、調整をし、意見を出し合ってみんなで頑張りました。栄養の面から自信のある試作を発表いたしましたが、それが皆様に経営の観点からも評価いただいたということは、とても自信につながりました。本当にありがとうございます。栄養士としての知識をこの学校で学んでいくのですが、この今回の企画の中でその栄養だけではなくて、その経済のことやこのターゲット層を深く様々なこう考えるところがたくさんあったので、結構苦戦したのですが、無事準グランプリを取れたことがすごい嬉しいです。ありがとうございます。目標は今後も栄養士としての実践力を高めるために、より知識を深めることです。頑張るぞ。